皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、水着姿でボリューム満点な、このフィギュアです。ライザのアトリエ2、失われた伝承と秘密の妖精、ライザ、水着バージョン、7分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。主人公であるライザこと、ライザリー・シュタウトが、大胆な水着姿で、スケールフィギュア化されました。来た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 ！爽やかで可愛らしく、セクシーな水着姿となっていますよ。ビーチボールを胸に抱えていることにより、相反する弾力感が表現されています。ボールに押し当てられ、むにゅっと、おっぱいが柔らかそうに押し上げられています。ファンサービスだ。塗装表現により健康的な肉体美がとっても柔らかそうで魅力的に見えてきますね。くびれやお尻の肉付きなどもしっかりと作り込まれており、ビキニパンツのお尻への食い込み具合なども最高ではないでしょうか。エッチ。もちろんライザちゃんの特徴でもある太ももお化けも健在です。水着姿になったことで露出度高めのお尻やくびれなどもプラスして、さらに魅力的に見えること間違いなし。予想以上の変態、天才です。あなたはトレードマークの帽子をかぶった姿も再現することができちゃいます。髪の毛先はなびき具合が表現されているので、ちょっとした躍動感も伝わってくるかもしれません。すごいです。またエメラルドブルーの海ではクリア素材で再現されています。波の音が聞こえてきそうな躍動感ある造形になっています。ライザちゃんとの真夏のビーチでのデート気分をご堪能ください。だってそれが愛だろう。こちらのフィギュアは11月に発売です。そしてお値段は 14,020 円です。このフィギュアをお迎えしたら、ライザちゃんの水着姿を SNS などで自慢しちゃってください。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事は下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。